そうなんだ。じゃあちょっとこう現実的なことを聞くけど、今あのマインクラフトが楽しいのは分かったけど、今毎日他に楽しいことってどんなのがあるの？どうだろう。何が面白い？なんか海で泳いだり。ああ。泳ぐの得意。うん。まあでもシュノーケリングつけるなら、受けるし。まあでも普通に受けるけど、鼻の中が口にどうしても入っちゃうから、嫌なんだよね。ゴーグルとかついてない。受けるっちゃ受けるけど、目とかが開かないと、なんか受け、まあ受けるけど、ちょっとしか受けないわけよ。何秒かな。1秒で、1.5 秒ぐらいかな。しか潜れない。今ね、急に思いついたんだけど、わーちゃんは今僕は何がやりたいとか、わかるよね。わかるよね。驚くことに、そういうのがわからない大人の人が地球にはたくさんいるんですよ。ね、何やりたいかわからないんですとか、何が好きなのかもわかんないって大人が実は今たくさんいるんだけど、どうしたらいいんだろうね、そういう大人の人。まあでもとりあえずそれは自由に動きたいっていうか、ね、そうだよね。自由にで自由に動くっていう、思いついたのをやったり。そうだよね。思いつかないらしいんだよ、そういう人たち。じゃあとりあえず散歩道とかで、なんか面白いの作ってる人がいたとか思って、その人を参考にしてこれちょっと作ってみようかなとか思って作ったり、そのうちひらめくと思う。そうだよね。まさにそうだよね。うちでぼーっとしててもね、しょうがないもんね。そうか、もういろんな話聞けたな。聞き忘れたことあったかな。大体聞いたかもしれないな。琴にはなんか聞きたいことがあったのか。まーちゃん、ああいうお菓子とかも好き？まあ好きだ。まあ好きだ。まあでもね、好きだ。なんか好きな他にご飯とかある？まああるね。まあでもたくさんあるし、お母さんって。今の言葉で、頭に浮かんだ食べ物、好きなご飯は、ラーメンと寿司。ラーメンと寿司か。もう国民的な人気だからね。あ、そうだ。YouTube の、もうすでにわーちゃんは YouTuber ですが、こんな風にわーチャンネルをしたいとかあるの？例えばこう、どのぐらいね、チャンネル登録者が増えてほしいとか、そういうのは思わない？チャンネル登録者数は、俺がゲームとかでなってほしい数は、だいたいどれくらいだろう。まあでもほとんどの人たち3万とか言ってるし、昔からやってる人、そのぐらい。俺は1年で1万かな。1ヶ月で1万1ヶ月で1万か。で、1日に5000400ぐらいかな。なんかそのうち行きそうだよね、急にね。もうその時は僕自慢するからね。まだあの始まったこと最初にコメントつけたのは俺だから。一番乗り、ね、そうだったの？そうだよ。コメントでなんか書かれてた。そうだよ、そうだよ。そうコメントで一番最初だったの。もう YouTube 始める前から知ってるからとか、自慢するから。そしたらおもろ。
そしたらあの歩み的にあパパさんもいいんだけど、あの話面白かったよねって、あれもっと話したら面白いんじゃないのとかあった？くるみ以外でねえ、あれ食べる？あれ食べる？あとでしょ。あとで。いやまだ全然未知数だから、でも龍の話は結構面白いんだよね。次出てくるんですけど、でも37分近いんで、うん、そんな何個かで説明終わらないぐらいいるんです。もうすぐ投稿する、する予定ではあるんですけど、俺がほとんどやった。本当、まだまだそれを掘り下げればいっぱいやりそう、じゃあ多分こっちは編集して載せるから僕の方が後になるから、龍、うん、の話もいい、うん、ね、うん、龍は地球にだけいるの？龍は地球だけではない、うん、アルクトゥールスにもいる、うん、星に、星にいる。星、龍は何やってんのかな。龍は見守り、うん、見守りか。あの僕も龍見たことあるんだけど、僕が見たのは目を閉じててもううわー来たっていうのが、目を閉じてるけど見えた、白くて大きいの。まあ目つぶってる時なんか、うん、ブワーってたまになんか円の中からボーンってなる時も、うんうん、あれあの、うん、あれもあの龍があるあれ、うん、って感じかな。見守ってなんか目つぶってる時に、うん、こんなって丸い円がどんどん大きくなってブワーってなんかあるじゃん、うん、それがなんかあるわけ、うんうん、見守って見守って見てるだけ。なんかしてくれることもある？まああるよ。例えばどんなことしてくれるのかな。楽しいこと。楽しいこと、なんか面白いこと、面白いことを起こしてくれるのかな、うん、まあダジャレとか言ったダジャレ、どういうダジャレ、どういうダジャレなんだろう、それは例えば例がありますか？どういうダジャレなの？例えば、うん、ほとんどのみんなわかると思うけど、うん、あれ布団が吹っ飛んだとか。それは本当に龍ですか？うん、まあ、あの暇つぶしとかもする。本当、うん？そうか、そう。これはちょっと意外だったな。そうなんだ。沖縄にも龍たくさんいる。うん。いるね。とりあえず、うんうん、人たちの周りにいる感じ。ああ、人を守ってる、うん、でも人にそのダジャレを言った龍の声を聞ける人もいるかもしれないけど、聞けない人が多そうだよね。確かに、ね、うん、でもめげずに言ってんだ龍は、うん、なんか、うん、分かってない人たちには、うんうん、めちゃくちゃ言うんだ。めちゃくちゃ変だ。うん、分かっ、龍にとっては、うん、終わらないのかなって思えるだけ。そうなんだ。ダジャレとか考えればさ、うん、無限にある、うん、ありそうじゃん。あるね。そういう感じで、うんうん、全部言ってるわけ。へえ、うん。それ終わんないからさ。そのダジャレも聞いてるわけだ、おばあちゃん。で笑ったりするの。うん。本当。まあでも人で笑うとき、うん、ダジャレ言ってるって感じ。あのなんか勝手に笑えるのがダジャレ言ってる、うん、あと夢とかでも笑えるじゃん、うんうん、それで、うん、言ったりとかして。あ、そうか。それはただ単に夢の中で笑ってるんじゃなくて、龍がダジャレを言っててくれたりしてるわけだ。うん、うん、なるほど。じゃあ神様は、神様ダジャレ言う？